個人戦男子組手の部。決勝戦にこの2名が名乗りを上げた。決勝戦、谷山拓也対杉山俊介。幾多の戦いを繰り広げてきた絶対王者谷山が、全国大会50年目の節目のこの年に最強を証明し、キングの称号を手にすることができるのか。対する杉山、ここまでの道のり、多くの強豪たちを制して駆け上がってきた。怒涛の組手テクニックを引っ提げて、協会空手に新たな歴史を刻むのか。内閣総理大臣杯第50回全国空手道選手権大会2007、最後の戦いが始まった。谷山拓也が5度目の全国制覇を達成。勝負に対する並々ならぬ執着、勝ちにこだわり続けた絶対王者、50年目の戦い。強さの根底にあるものは果たして何か。日本空手協会の歴史に改めて谷山拓也の名が深々と刻まれたことを我々は高く称賛する。